はい。包丁のことあれこれチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は、堺ブランドの包丁を一つご紹介していきたいなというふうに思ってるんですけれども、初めて、デザインから販売までワンストップでやられてるメーカーさんで、足刃物製作所さんというふうなところの紹介をさせていただければなと、いうふうに思います。堺の包丁の特徴としては、鍛造から刃付け、柄付けとか、分業制なんですけれども、この足刃物製作所さんは、一貫体制ということで、自社のブランドとして、この銀河というブランドを作りになって、販売しています。あと、その他、ログのナイフとか、すごくバランスのいい商品を作られているので、実は私も一番最初、これは18センチなんですけど、24センチの銀河の牛刀を買ったのが一番最初の包丁になってまして、すごく思い入れがある包丁ブランドになってます。で、これが牛刀の30センチ。こちらで34,920円。こちらペティですね。18センチ。これで15,000円。で、ここの柄のところはこの和式の方にも変えれるような形になってたと思います。これも八角絵で、頬の水牛ですね。こちらは無機物包丁で、で、鋼もステンレスと、炭素鋼、両方やられてたと思います。ちょっとそんな思い入れもありますので、現場の方を訪ねてみようかなというふうに思っていますので、行ってきます。こちらの足刃物製作所さんですよね。はい、そうなんです堺っていうのは和包丁の産地ですからね、か。でうち洋包丁がメインなんで、特別なものはやりますけど、和包丁もやりますけど、分業ですると誰がやるか分かりませんや、後工程とか内工程とかね、なんかそれが嫌なんで、自分たちが納得できるものをやりたいんで、もう全部効率は悪いんですけど、自分たちが納得できるものを作ろうって、何代目っていう僕2代目、か。そうですか。どうぞ、よかったら入りますよ。お邪魔します。ああ、本当だ。奥まで。私、ちょっとこういうの見るの初めてなんですよね。そうですね、他の産地の人も来られたら、こんな景色見るの初めてやめて。ここで研ぎだ。研いで。磨き。すごいなぁ。で、ここも町の中でやってるんでね、はやっぱりこれ、鍛造やるとかなり音するんでね、だからできないんで、今も他の、鍛造だけ他の場所でやるんです。ああ、で、そうどうですしてか。も急ぐとか、ちょっとだけやらなあかんときは、もうここでやるんです。そうだかか。ら行政の人に、この産業を堺に残したかったら、場所なんとか確保してください、言われた話するんやけど。だから僕らの知り合いでも、若い人でも、要するにどっかで修行してきて、独立するときに、堺に出場所がないから言うて、外に出ていく。どっかでもあるんですか、そういった。だからその人はね、奈良と大阪の堺に、堺、柏原ってとこあるんで箇す。所。そこの山の方の方で、なんか工場団地見つけて、そこでやってます。だから僕らも、今、担当やってるの、伊賀上野なんですよ、そうなんです三重か。県のね。へえ。そこで鍛造をやってるんです。だからましてこの堺みたいな町の中でやるのはちょっと無理になってきてるんですね。で、ここで研磨をして、上もうこで。の狭いところでやってるんでね、研磨する場所を上に上げたんですよ。2階で付けなんですね。もう狭いところでやりくりしながら。では、一般の小売りはじゃあ、してないんですね。してますよ。あ、してるんですか。じゃあ、こう買いに来たりする。まだまだなんか遠方から来られるとか、で、ネットで販売してるから。ちょっと小切れなところで仕事したいんで。じゃあ、下塗ってる最中で、年末の。だからここで用をつけて、乾燥して、で、出荷ですね。足刃物製作所、銀河の包丁のブランドを作ってるところです。中の工場を見せてもらいました。ありがとうございました。お忙しいところ。で、鍛冶の方は一応一貫体制で作られているんですけれども、音がうるさいので、
三重県の伊賀の方に移っているみたいですけれども、火事から最後の仕上げまでできる体制があるというふうなことです。なので若い子たちも全部覚えられるというふうなことで修行に来る子が多いというふうなことです。足刃物製作所足広志代表取締役ありがとうございました。ということで今回は銀河の包丁のご紹介と製作所様への訪問ということで動画を撮らせていただきました。なかなか街中だということで一貫体制でやってはいるんですけれども、まあ音がどうしてもうるさくなってしまうので、火事だけはちょっと移動させてというふうなことで対応されているというふうなことでした。なかなかやっぱり時代が変わっていきながらご苦労されてるのかなというふうに感じましたけれども、とてもいい包丁を作っておりますので、気になった方はぜひご購入してみてはいかがかなというふうに思います。何か参考になったことがございましたら、高評価、チャンネル登録の方いただけると幸いです。それではまた、さようなら。